みんな、ねえ、朝から声が出ない。みんなおはよう。今日、もうすぐメルボルンに行く。やばい、準備しなくちゃ。メルボルンの、バケツドラムの仕事が入ったんで、そのイベントは明日なんだけど、今日のお昼過ぎぐらいにメルボルン行って、マネージャーの家に泊まるから。やばい。あと1時間ぐらいね、家出なくちゃいけないけど、全く準備してない。 で、このイベントでスケートが上手い人もいて、 DJ もいて、3人でコラボすることになった。準備するか。朝ごはん食べた。そして、ちょっと時間あんまりないかもしれないから。どこだ？ゴード。あんまり時間ないから、急いで空港まで行きます。出発します。車で駅まで行って、それから2日間駅に車置いといて、電車で空港まで行ってメルボルンに行ってくる感じで。なんか今変な言い方したんだよね。マネージャーの家に来た。I'm live streaming right now. メルボルンに着いて、アリスターとご飯。これめっちゃ美味しそうだけど。なあ、アリスター。みんな無事にメルボルンに着いた。アリスターはテニスしに行ったんで、今家に一人で帰ってきて、今家でゆっくりしてる。前回と違う家なんだけど、アリスター引っ越したんで。でもなんか全体の作りが本当に同じすぎて、入ってきた時に同じ家って一瞬分からなくなって、もう本当に前の家とそっくりなんだけど、場所が全然違うんで、一瞬ちょっと何が何だか分からなかった。 メルボルンに着いて、もう今ちょっと落ち着いたんだけど、もうハプニングができたんだよ。早速、まずシドニーで乗った飛行機はまず1時間以上遅れたからね。それもあって、それは別にいいけど、なんか飛行機の中でなんか座って寝てただけなんだけど、ゴードは。で、メルボルンに着いて、で、この空港とシティと、そのまたこの家は結構離れてるんで、ウーバーで行くと結構6000円ぐらいになるんで、で、バスだったら3000円ぐらいの金額で、とりあえずこの交通費、空港からのウーバー、
今回雇ってくれてる会社は全部出してくれるって言ってるんだからいいけど、今さ、ゴードあんまりお金ないから、その、ウーバーのお金も後から入ってくるから、なんか、そのお金が入ってくるまで、ウーバーのお金とかさ、なくなってるわけじゃん、それで。で、今お金きついからどうしようなと思って、やっぱバスの方がいいかなと悩んでた時に、近くに行った白人のおじさんに声かけられた。そして、メルボルンのシティどうやって行くんですかって聞かれて、まあ、ウーバーでも行けるし、そのバスもあるし、みたいなこと答えて、で、このおじさん、まあ、40代の白人のおじさんで、ちょっと変わってる人というか、ちょっとあんまり信用できそうにないような人だった。で、ちょっと躊躇しとった、ゴードは。で、なんか、おじさんはなんか、シティに行くんだけどバス嫌だなって言って、二人でウーバーシェアしようよみたいなこと言われて、ウーバーの金額も半分になるし、バスよりいいんでしょうみたいなこと言われて、まあそれはそうけど、でもこの人ちょっとなんか、でもなんか違和感があったから、いやいやいや、俺シティとちょっと違うとこに行くんで、別々にしますよと答えたんだけど、やっぱウーバーの待つ場所みんな同じだから、そんなこと言って、後からなんか二人で同じ場所で違うウーバー待つのはクソ気まずいんだろうなと思って、じゃあ分かった、シティまでは一緒に行くよって言って、で、あのおじさんの方でウーバー呼んで、そのアプリで、そしてゴード後でなんか振り込みで自分の分払おうわって言って、それを決めて二人でウーバーのとこ、に向かってた。そしてね、向かってる途中にいきなりそのおじさん多分同じ飛行機だったから、そのおじさんはいきなりめっちゃ差別的な発言を言い出し始めて、なんか今日の飛行機外国人めっちゃ多かったよねみたいに言われて、なんか本当に最近外国人多すぎるんだよなとか言って、なんか全然外人嫌いじゃないけどオーストラリアに入れすぎでしょみたいなこと言い始めて、オーストラリアに移住しようとする外国人も断った方がいいんだよねとかみたいなこと言ってきて、おおどうもどうもみたいな感じだった。いやあれ結構差別的な発言だと思うんですけど、もう今から2人でタクシー乗っていくんだから、ちょっと口を慎んでおこうっていう感じで、でなんか他、そしてウーバー待ってる時にあのおじさんめっちゃなんか女の子なんかやらしい目で見たりしとって、なんか黒人の女の人なんか歩いてったら、なんか黒人の遺伝子はどうのこうのなんか言い始めて、もう何なんだよこいつみたいな感じで、なんか何メルボルン何しに来たんですかって聞いたら、そのおじさんはなんか奥さんがうるさすぎて数日間メルボルンで暴れるって答えて、おおそうかそうかみたいな。で、もうこの時点でもう後悔し始めてた。もうお金とかいいから一人で Uber 乗ってマネージャーの家に行きたいっていう気持ちだった。でももう一緒になってて、 Uber 呼んだのにもう携帯の充電がなくて、そのおじさんやばい、充電が切れそう、なんか充電できるものないんですかって聞かれて、で、ゴードは自分のパソコン出して、なんか、ウーバーとかタクシーを待つ場所で、なんかパソコン持って充電させてた。この名前の知らない人と。で、ウーバーが来て、で、そのおじさんは前に乗った。で、運転してる人はインド人だった。で、ゴードは後ろに座って、そのおじさんは前に座って、で座った瞬間にいきなりそのインド人は自分の携帯を充電させて充電してたんだけど、そのおじさんがいきなり、あこれちょっと借りるわみたいな言って、もういきなりそれ取って自分の携帯充電し始めて、そして自分の窓をガーって開けて、
って、その運転手のインド人にもそっちも開けろよみたいな、なんか命令的に言って、おお、ちょっとあれはないなと思って、そして合同の分のお金どうやって払うかってなって、で現金持ってなくて、じゃあ振り込みにするわって言って、じゃあ銀行の振り込み先を教えるから先に電話番号を教えてって言われて、この人にも自分の電話番号も教えなくちゃいけないのかと思って、まあ、教えて振り込み先を送ってもらって、ちゃんと振り込んだんだけど、でもまあお金に対してそのおじさんは全然ケチな感じじゃなかった。なんか自分、俺は多い方払ってもいいよみたいなこと言ってたから、まあそこは優しかった。もうシティに行って、でこの間なんか運転手のインド人はずっと黙ってた、もう喋りたくないぐらいな感じでずっと黙り込んでて、そのおじさんと一緒にシティに行って、で一回おじさんが降りて、そしてゴードは自分の携帯で自分の Uber のアプリでまた Uber 呼んで、あのマネージャーの家に行くつもりだったけど、おじさんはなんか俺を一回降ろして、なんかそのままこの車で行けばみたいに言われて、でもうちょっとお金振り込んでもらえればその分お金足りるって言われて、みんな話わかるかな、このあの難しかった。あのゴーダがウーバー降りて自分の携帯でまたウーバー呼ぶより、あのこのままのこのウーバーでアリスターの家に行けばいいじゃん。でもおじさんのアプリでやってるから、あのもうちょっとおじさんにお金払って、おじさんはアプリで行き先を変えてゴールも帰れるようにするってなってた。でまあそれはいいけど、あんまりマネージャーの住所を教えたくなかった。俺が泊まる家ちょっと教えたくなくて、いいよ、俺別にあのまた Uber 呼んで一人で帰るよって言ってて、でそれでなんかそのおじさんは早く受賞しててみたい なんか何よみたいな感じで、だそしてまあ正確に教えなかったけど、まあこの辺ですよみたいな受賞教えて、あのまた Uber のアプリに入れてもらって、でシティに行っておじさんが降りて、なんかあとでなんか時間あったら飲みに行こうよとかみたいに言われて、ああ自分の頭の中でやめた方がいいと思いながら、ああまあ時間あったら行くよみたいな答えて、そしてゴードはそのまま Uber で家まで送ってもらったんだけど、あのおじさんがいなくなってから Uber の運転手がめっちゃ喋るようになった。そしてなんかやっぱり最初おじさんがなんか入ってきて、なんか充電器を取って窓を開けろとか、なんか最初からマナー悪かったから、やっぱりそれで運転手は引いてた。なんか運転手が迎えに来る前に、あのやっぱお客さんの数字がある、そのお客さんとしての評価がある、あの5つ星の中で、でそのおじさんは低かったらしい。あのやっぱ今までウーバーの人たちにあんまりいい評価されてないから、その数字も低くて、運転手は長くウーバーやってるから、これなんかその数字低い人たちはまあ大ほとんどマナー悪いんで、あのそれぐらいは覚悟しとったけど、そしてアリスタの家に着くまでウーバーの運転手と楽しく話してた。もうウーバーの人はもう普通の人だったから、もう全然楽しく話できたんだけど、あのおじさんはなんかまあその差別的なとことかもあったけど、なんか会話が合わない。会話普通の会話でも辛いって感じるから、ああまあそういうハプニングだった。もう初日からでももうこの素敵な家に入ってゆっくりできるのは幸せだから。そして明日のイベントも頑張るで、明日のイベント DJ も行って、あのスケートが上手い人もいるらしいんで、3人でコラボという話になってるから、それは楽しみになってる。じゃあみんな明日ね。